はい、皆さんどうもおはようございます。今日は、8月27日8時6分です。ですね、なんかそこに今作ってますけど、温泉施設ができるんじゃないかっていうようなね、情報を掴んでおります。こんなような施設がもう一箇所できるんじゃないかっていう情報も掴んでおります。なのでですね、湯どころ火災ホロじゃないにしてもね、なんかそういう宿泊兼お風呂が入れるようなところができるのかもしれませんという情報を掴んでおります。はい、信頼度 70% ぐらいの七尾情報なんでお気をつけください。で、ゴミがですね、非常にすごいです。あそこにこう潮目みたいになってずっと木のゴミとかめちゃくちゃでかい 4,5 メートルぐらいありそうな流木とかあります。なんで、ちょっとこっちからは全然届かない範囲なんですけど、浦安側の方にちょっと寄ってる感じですね。はい、濁り方はめちゃくちゃ濁ってて昨日と同じです。で、今母さんにお会いしたんですけども、夜中からやっててですね、ちょっと大雨にバーって降られたりとか、結構厳しい状況があったようですけども、ちょっと反応がなかったということで場所移動するということですね。はい、そんな感じでちょっと現場に降りて濁り方とか、ベイトの有無を確認してみようかなと思います。はい、今日はね、チニングをしに来ました。この濁りをね、利用して、あと揚げなので、はい、キビレを狙ってみようかと思います。チヌも含めて。で、一旦失礼します。はい、現場に降りてきました。で、やっぱり濁り方がね、厳しいですね。こんだけ岩が出てる状況ってことは、水深が多分70センチ、80センチだと思うんですけど、下が見えない状況です。はい、こんな感じで、おお、稲子10センチぐらいの稲子の群れが、あー、でもそこに岩があるんですけど、20センチ、30センチぐらいでギリ見えてるぐらいですね。昨日よりちょっと 15% ぐらい若干落ち着いたのかもしれませんが、ゴミがね、やたら多いんで、あれがちょっとね、変な風に引っかかってこなきゃいいかなと思います。はい、では水温見ていきます。夜中にね、かなり雨が降ったみたいなんで、ザーッと集中的に水温下がってくれてるといいんですが、28度、 27.9 か 27.8 度ぐらい、27.9 か28度ぐらいですね。ほぼ変わらないです。はい、今日もちょっと軽めの 5g のシンカーウェイトで、アーバンシュリンプ、今日はちょっと大きいサイズで、信頼のグリーパンオレンジ、通常のサイズ 2.8 インチの方の、やつでやっていこうかなと思います。ちょっとグレタマータイム、これ東京タワーかなんかで買ったんです、確か。全然東京タワーと関係ないけど買っちゃった。料理される側なんだわって書いてあります。グレタマは結構好きですね。はい、やっていきます。お願いします。今日のタックルはシルバーウルフエアの 76ml に、シルバーウルフの SVTW で来てます。よろしくお願いします。本当はもう少し、あ、やべ、軽いマスでした。なんだあれ、風とかなかったり濁りがもうちょっと薄ければ、サイトでチヌストってやつをね、やってみたいと思ってたんですけど、なのでこの間ね、スピニングで来たんですけど、全然風も強くて波立っちゃってるし、サイトどころじゃなかったんで、ちょっとね、あの時はやれなかったんですけど、近いうちにね、チヌストサイトでライン細くして、軽いウェイトで探っていく釣りっていうのをね、やってみようかなと思っております。お、ちょっとベイトが暴れた。まあちょっとここで少しやってみて、これからでも足を上げてしちゃうんで、ああ、稲子の群れ結構定期的に回ってきますね。反応があまりにもいられなければキワキワを狙っていってですね、もうちょっとオープンエリアの沖へキャストして、キブレ狙いに変えていこうかなと思います。今のところは岸寄りを攻めているので、クロダイ率がかなりね、上がると思われます。浦安側のアングラーさんはですね、すごいですよ、0名ですよ0名です。あ、でもなんか芝刈り入ってるんですね、多分トラックが3台ぐらい止まってますね。そろそろ葛西の方の、イカルチ公園の方の方も草がまたボーボーになってきたんですよね。成長が早い。
でもこれ潮目が今手前の方に1本走ってるんで、そこの回遊狙いでもうちょっとウェイト上げて素直にそっち狙ってもいいのかもしれないですけどね。本当最近でも雷鳴ってないから良かったですけど、このゲリラ豪雨が困ったもんです。来る時にもうめっちゃ濡れましたもん、びしょびしょで、母さんとちょっとねお話させてもらってる間とかでもだいぶ乾いちゃいましたけど、こう見つけてさえくれればラインが見切られなそうだからね、食ってくれそうですけどね。チンブ、あ、違うか、チヌトップがねもうちょっと成立すればいいんですけど、いかんせん結果を出してない、出せてないからね、ちょっと使ってないですけど、見えないですもん全然チヌが。もうちょっとねクリアだったら見えるんですけどね、そうするとチヌ側からはちょっと見えにくいけど、人間からギリ見えるぐらいのこっちにアドバンテージがある釣りができそうなんですが、ライン用で8ポンドとか10ポンドまで下げるんですよね、チヌストの場合は。でリーダーが、ラインが、メインラインが 0.65 とか P がそういう感じの釣りになるんですね。さあ取れるか取れないのか、取れないんでしょうか。取れた、あぶね、取れたところで今日は終わりにしようと思います。はい、ではまた明日もよろしくお願いします。この後も、今日は休みなので、まあ揚げいっぱいはチリングやって、ちょっと今日はねいろいろとやることがあるので釣り行けるかわからないんですけど、その後もちょっとなんとか頑張ってみようと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。キビレ頑張って釣ります。失礼します。